ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は、D と申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。エルシオン学院の、まあ、南ですね。南の大陸のとこにあるんですが、ここは。ここに、一番最初フロアにね、アトラスがいて全然勝てないんですよね。で、勝てない理由として、レベルかなって思ったんですけど、違うなと思った。最終的に気づいたのは、自分の装備がすごい弱いことに気づいた。木の靴とかつけてたんだよ。木の靴ってさ、守備力17も違うのな。錬金で作ったこの知恵のブーツと。びっくりしたわ。ほぼ初期装備だったんだなと思って。で、ここまでまあ、で、まだ、トラジャは全然育ってないんですけど、防具が。育ってないんですが、まあレベルの暴力ですよね。無理やりレベル上げてバトルに挑む。ただプラスのヒットポイントが254しかないから、アトラス戦ではほとんどですね。どうなるかね。プラスはね、ちょっとね、なんかね、一回これで戦ってみてるんですけど、デモ戦やってみたんだけど、なんか狙われるんだよね、プラースが。アトラスなんか分かってんじゃないかなっていうくらい、まずプラースを攻めてくるんだ。で、プラース死んじゃうともう回復薬がいないから、復活もできなくて、もう結局、死ぬしかない。結局最終的には勝てないっていう状況下にあります。はい。プラースが生き残らなきゃいけないんですけど、果たして、プラスはどこまで生き残ってくれるのかどうか。さあ、ではまあ、行きますか。まあそんなに、多分攻撃4回で落ちるだろう。あ、1回で落ちた。よかった。戦闘 BGM 聞いたの久々だな。いつも DS の音量消してるんで。で、実況の時は BGM 勝手に流れるようになってるんで、スピーカーからね、PC の。USB 接続した。うわぁ。スピーカーから BGM 勝手に流れるようになってるんで。こんな感じでどうですか。これ階段の位置変わらないんですね。1階と2階は覚えてるわ。3階以降どうだったかな、まあ、とにかくアトラス、おお、どうなるのかな。一応コメント欄で皆さんありがとうございました。コメントパート43かな、結構久々にあげたドラクエでたくさんコメントいただいてありがとうございます。アトラス困ってるんだよねっていう話をしたんだけど、まあ、そしたらどうやらライトフォースが効くっていう話が、ダークフォースが効くっていうコメントもあったんですが、多分ライトだね。多分ライトだよね。きっとライト、数的に数的にライトの数の方が多かったんで、多分ライトだと思うんで、ライトをつけようかな、打とうかな今回は。イメージとしてはまず主人公ミリア、バイキルとバイキルと己自身にかけて、プラスでスクルト打って、トラジャでトラジャどうしようか、ピオリムかな。そうそうそう、素早さ対策ですね。主人公ミリアは素早さ勝つんだけど、プラスとトラジャが負けるんで、で、トラジャは、じゃあ、プラスは絶対に先行取らなきゃいけないんで、まずは、ピオリムですね。で、一回かけても、まだ素早さ負けてたんで、で、ここで星フルーではつけようと思ったんですが、星フルーでは、これどこだったかな？星フルーでは、つくのに、星のかけらっていうのが必要で、星のかけら、作りたかった。なんだけど、今天使の相馬っていうのをどうしても作りたくて、そっちに回しちゃっててまだ作れないっていう状況ですね。はい。だから星フルではじゃなくて、その1段階下なのかな、早手のリングになってます。で、これでも素早さが138しかなくて、で、主人公とミリアが190近くあるんで、それで勝ってて、で、トラジャ138で負けてたんで、多分まだ先行取れない、まだ取れないです、きっと取れない。これはきつい。先行、回復薬が先行取れないっていうのは本当にきついんで、ピオリム2回打ったのかきっとダメなんでしょうね。これどっちだったかな？こっ
っちだったかな。そして今、まあ、あれですね、自分自身のね、お腹が減っているっていうところもあってね、果たして、この、お腹の減りが、果たして主人公たちにどれほど影響を及ぼすかっていうところですね。はい。全くないですねっていうツッコミはなしでお願いします。悲しいので。さて、またいらない戦闘が入ってしまいましたが、まあ、すぐ終わるんで。しゃ多分ね、斧もね、まだ1段階強くできる。いや、1段階どころじゃないな。これ、斧むすね朝の斧多分ね、購入品なんで、多分まだまだ全然いけますね。こう、こっちじゃなかったか。ね、素材アイテムの光の石っていうのがね、どうしても足りなくなるんですよね。その、天使の相馬作っていく流れで必要になってくるんですけど、あと花の蜜ね、地味に。この素材をひたすら回る作業。やってます。だこの素材なんですけど、いまいちよく分かってないんだよね。リポップまでの時間が本当に分からなくて、全然分かんなくてね。あるものはあるし、あるものはないから、多分それぞれあれによって違うんでしょうね。アイテムによってリポップの時間が違うんでしょうね、きっとね。で、その光の石っていうのだけね、ひたすら足りないんですよね。一回に取れる数がきっと少ない。他のに比べて。おかげで大苦戦ですよ。光の石だけないんだ。光の石がないから、確か星のかけらが作れないんだったかな、確か。とても苦労してます。あ、この魔力の土もね、必要な素材なんですけど。これ、あれなのかな？どうなんだろうな。DS 時間なのか、それともプレイ時間なのかがわからないんですよね、リポップの。これ多分ね、あれじゃないですね。DS 時間じゃないですね。多分これは、ゲーム時間ですね。リポップのね、そう、タイミング。だから、多分そうだと思ってて、放置してます。つけっぱ。DS をつけっぱにしてる。で、多分1時間か2時間もすればリポップするんだろうっていう考えて一応回ってるんだけど、出てこないときは本当に出てこないですね。普通に DS っていうかドラクエやめて、で、数時間後に起動させてもまたやっぱりリポップしてないんで、多分 DS 時間じゃなくて、プレイ時間、ゲーム時間の方で反映なんでしょうね、きっとね。光の石ね、大量にゲットしたいんだけどね。ちょっとできなさそうですね。時間かかりそうです。階段が見つからねえ。まあ、現状こんな感じかな。ブワーっと喋ったけど。右か左か右だ。ああ、左だったっぽいな。あ、いや。ああ、やった、正解。長いな。でも多分これがラストフロアかな。どこだったかな。うわもうほとんど槍には突き刺さってたね。おお、でけえ。幅取りすぎだ。どっちかなあ、なんかこっち臭い。あ、こっち臭い。ねえな。一回だけ、シンボルとしてはぐれメタルは見ましたけどね。まだまだメタルキングは見てないですね。うわー、これはダメだ。避けれない。回転できなかったキラーマシンのせいで。レベル70くらいの地図になんか出てくるって話は聞いたけどね。あといろいろ調べて、川崎ロッカーとか、正幸のとか、結構地図調べたけど、もう今は多分ゲットできないやつですね。あと、結構調べました。クエスト調べてみたんだけど、配信クエストっていうのが主であって、もう Wi-Fi サービスが切れてるんで、どうやらできないです。で、もう魔王も戦えないのかなと思ったんですけど、魔王に限っては戦えるみたい。コメント欄でもあったんですが、今一つクエストを受け持ってるんだけど、その多分海賊ウーパーだったかルーパーだったかを倒せば、とりあえずバラモスとは戦えるらしい。で、それを成長させていくことで、いろんな魔王と戦えるらしいんだけど、まあ基本半分以上は戦えないらしいですね、どうやら。Wi-Fi が、サービスが終了してしまってるせいで。まあだから戦えるだけ戦いたいかなと思ってます。一
応ね、はい。だいたい現状こんな感じかな。あ、そうだ、もう一つあった。あの、ツオの浜のイベントだ。コメント欄でブワーって書かれたんだけど、皆さんに。ごめん、もう終わってるわ。そのツオの浜のイベントが、あの、賢者に繋がってるんですよ。あれ違ったかな。あ、繋がってねえわ。繋がってねえわ。ごめんごめん。あの、やっちゃったんだよ、普通に。裏で。あの、ツイッターの方でね、教えてくれる方がいて、そう、その方の話の流れ、そのツイッターのリップのね、流れの通り沿ってったら、あの、イベントがあって、元主様ですね。ストーリーでも本編でもあった主様とまた戦うことになったんですよね。そのイベントがあったんですよ。で、全然裏でやっちゃって、もうできないっていう状況ですね。オリガとまた話して、戦いに行きましたが、そんなに強い相手じゃなかったですね。はい。アトラスなんかもう、アトラスの方が数十倍強くて、てかアトラスが相当個人的に来てますね、今。ドラクエのボスで、魔王級なんじゃないかなって今思ってる、今までやってきたタイトルの中で。ミルドラースとかね。なんかあんな奴らと、ああいう敵と戦ってる感じがする。では、ミルドラースより正直エグいなって思うのが、あの、通常攻撃ですね。あと、凍てつく波動打ってこないんで。で、2回攻撃だから。で、通常攻撃系だからさ。いや、こっちの回復役が1人しかいないのが問題なんだろうね。もう1体。もう1人賢者、あるいは僧侶がいてくれるだけでだいぶ違うんですけどね。ちょっと気づくのが遅かったですね。今更賢者育てるよりかは、今のこのレベル、魔法戦士とか、上げた方が、きっとためになる。って思ったから、賢者にはしなかったんだよね。もうちょっと早く気づいてれば、賢者2枚耐性になったんだけどね。結局、戻ってきちゃったな。喋り出すと止まんないですね、やっぱ。あ、こんな近くにあったのか。あ、花の蜜ありがたい。いつも枯渇するからね。まだあんのかよ。なげえな。おっと。ツオの浜イベントはね、ほんと申し訳ないですね。見たいって言ってくれた方が多かったのに。もう終わってしまってたから、できないですね。今回小さなメダル3枚か。これ持って帰りてえな。パズドラで、ダンジョンの途中でプラスが落ちてボスで負けたくない感情とすごい似てる気がする。さあ、着きましたね。このオレンジ色のギガンテスがアトラスってやつなんですが、とにかくプラースが生き残ってくれないときついですね。よし、まあ MP は余裕あるんで、だいざ決戦と参りましょうか。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。